ジュン君、ポンちゃんがパパの布団のところで仲良くしています。おはよう。かわいい。おはよう。ジュン君、ポンちゃん、おはよう。あったかいね。これ日が当たってんな。ここもすごい日が当たってんだけど、そっちの方がいいな。なんか二人で仲良くしたいな。そうみたい。なんかいい、うん、おくつろぎ。ジュン君両手出してて可愛いね。はい、ジュン君、向こうの部屋行ってきます。今日で、この部屋のレイアウト変更というか、お掃除というか、3日目です。まだこんな状態ですけれども、これをちょっと、また思い通りの感じにね、直したいかなと思います。さあ、2、3時間はかかるな。どうしようかな。生配信があってですね、昼間2時間ほどちょっと作業できないんですけど、その前後いろいろやってみましょう。さあ、ポンちゃん、いや、ジャン君は来てないね。あ、ジャン君。はい、ジャン君。まだちょっと待っててね、もう少し経ったら安全になるからね。ジャン君、それでは向こうを片付けてきますよ。ポンちゃん、後で遊びおいで。怖くないやつ。はい、この本の山をここの棚に収めます。ここにもう一枚棚が本当はあるといいぐらいだけどね、うん、まあ後で何とでもしましょう。ポンちゃん、ふみふみ、ポンちゃん、そして挟まるジャン君。